ポイントで悪化してるのか。ああ、そうそうそう、多分その辺がどっ、あ、なんかすげえ浮いてる。あとなんかちょっとここなんかちょっと沈んでる気がするんですけど、ここ逆にちょっとこの辺。ああ、これはね、アプローチだからな。ああ、ちょこちょっとこんもり盛り上がってます、そこが。そこでもやっぱ盛り上がってる。その辺か、その戻り、そっちか。
あ、なんか上になる？横取りにあるかな？後ろだから、引っ張られてるからか、前が引っ張ってるから、そのまま繋がるの角度ちょっと変わるかもね。まあ、前の人は変わるのは、また脱走するのが変わっちゃってる。脱走するまで変わってる。昨日ね、思ったんですけどね、こっちもね、どこかな。あまりなんか言いたいんで、これなんかね、先日の逆回しで動きなくなっちゃったんですよ。あ、そういうこと？あ、回しすぎやったら思うって、ずっと、あ、そうそうそう。はい、さすがにね、メーカーのさすがという、そうですね、一番見ちょっと見てなかった。最初にさっきのが大丈夫かな。じゃあここ積んでるのは何かな、加速したりされるのがマジで嫌だな、ちょいなんか悪いのかな、積まれるのでも着いた後に動かしたらやっぱね、ずいぶん何も良くなかったんですよ。もしかしてどっかジョイナーが可能性がありますよ。そう、ジョイナーはもうジョイナーは分からない、何が悪いか分かんない、テスター使わないと分かんない。そうそうそう、今テスターできない、イメージなんか髪の方が深くなった俺髪の毛に背中が深くった背中が深くった、駅のところも若干減速しべってて、そうですね。いや、あそこにポイントあるから、結局あそこに逆なんだよ。そう、あそこからちょっとポイントでちょっと逆なんだけど。ポイントで、ポイントか、フィーラー位置が悪いから、これ。あ、今、結局さ、フィーラーそこで。そうですね、そこの時間がさ、やっぱ弱くて、一番さ、やっぱあそこのポイント部分がさ、ポイントって、ポイント前ぐらいの、だからそう、もっとポイントのね、前ぐらいのね、やっぱ、直前ぐらい、そう、だから、フィーラー入れるべきだったら、っていう感じなのかもな、フィーラーって、1回転がね、悪い可能性はね、めっちゃあるから。